D-188A はアメリカ合衆国のベルヤクラフト社が1950年代にアメリカ空軍向きに開発していた戦闘機、垂直離着陸機であったが、モックアップ段階で開発中止となった。海 -188A のイメージラストベル社は垂直離着陸できる戦闘機の構想を持っていた。最初にアメリカ海軍が ベルシャの D-188 案に着目し、1955年になるとアメリカ空軍もこれに着目し、海軍型 D-188、空軍型 D-188A として開発が進められることとなった。最大速度はマッハ2.3を計画していた。D-188A は、権欲配置の短い主翼を持ち、主翼端には、 各2機ずつの J89GE-5、Z エンジンを装備している。このエンジンは、水平から垂直まで2機組のナセルごと回転する。機体全部、コックピット後方には J85GE-19、Z エンジン2機が、リフトエンジン用として、垂直方向に、装備されている。インテーク及び排気口には、扉が設けられ、水平飛行時には閉じられるようになっている。 以上の4機のエンジンで垂直離着陸を行うが、この他に水平飛行用として J89GE-5Z エンジン2機が胴体後部に装備されている。操縦手は8機のエンジン水力の調整を1人で行うこととなっていた。1960年にモックアップが完成したが、1961年には実用性に問題があるため、開発中止となった。ベル社は、 当期の正式採用に向けて D-188 に F3 リットル、D-188A に解、解 -109 の命名を軍に要請し、D-188 については、XF3 リットルから1の名称が与えられたが、X 解 -109 の名称は2度の要請を行ったものの却下された。なお、解1 0の名称は d 八十八。 A の他に、回 -101 の全天候型、回 -106 の複座型などにも予定されたが、それぞれ回 -101B、回101 -106B と変更され、またライアン社は X-13 を発展させた、V トール戦闘機にも使用を希望したが、計画自体が中止されたため使用されなかった。他の候補機が別名称になったり、計画中止になったことに加えて、 ベルシャでは広報にあたって命名されていないにも、かかわらず X 解 -109 の名称を使用していたため、一般的に陶器が解 -109 であると認識されていることが多い。日本アパッチ族日本空軍の戦闘爆撃機として解 -109 が登場。軍のクーデターに呼応して静岡に設けられた食鉄人種アパッチ族の居留地を空爆する。 バビル2世読みの組織の戦闘機として D-188A をモデルにした機体が登場。エンジンが胴体後部に1機、両翼のナセルに各1機の計算機に変更されている。ヒマラヤの基地に配備されており、基地を襲撃したバビル2世及びロプロスと交戦する。ありがとうございます。